ミスターマヨミさんあいつも動画をご覧いただきましてありがとうございますそして今回はですね家族とお話しされてご家族のまあご了解も得たということだったんですけどもここからねさらに困難な旅が始まりますんで気を引き締めていきましょう、まあ、というのはですねやっぱり自分一人の力で生きていくっていうのは かななりね大変なわけですよ夢も広がりますしいいことばっかりなんですけどもやっぱりこうして私がね即果塾を超えて運営してきてもう7年ですかね振り返ってみてもじゃあ自分の力だけで生きているよっていう方がそんなに多いかっていうとやっぱり志していいる人よりは圧倒的に少ないですねそうなろうと思ってもそうできなかった方ばかりなんですよ。 まあそういったところにも心を止めながらミスター真弓さんのお、ねえー、力を発揮していただきたいんですけどもまあねまずはですね私が会社を辞める時にやってきたことっていうのをお話しするともう随分前です20代の頃のことなんでもうだいぶ前20年ほど前になっちゃいますけどもまずは会社の教育資料ですよね。 新入社員教育マニュアルですとか、上司、役職になった時、係長になった時何をするべきかとかね、部長になったら何をするべきかとか、いろいろあるわけなんですよね。私の場合は店舗だったんで、店長の心得とかね、その後の部門主任の心得とかあるわけなんですけども、あらゆる研修に出てきました。こういった研修ですとか、資格試験ですとか、教育訓練マニュアルっていうんですかね、こういうのがすべてですね、私は一人になった時の情報発信のネタになったわけなんですよ。 まあ要するに一流の会社だろうが中堅企業だろうが中小企業だろうが人を教育するシステムってのはあるわけですよねもしくは人を教育する研修とかに外注で出ていくこともあるわけなんですよそこで学んだことっていうのは必ず業務に生きていたはずなんですよねでインターネットの世界でですねビジネスを学びたいって人はどこから情報を得るかっていうとこういうふうな YouTube が多いと思いますけどもその YouTube でですね 自分の受けてきた教育訓練をそのままお伝えすることができれば、やっぱり重要なビジネス上の教育訓練教材になると思うんですよ。まあ、何を隠そう私はですね、最初に起業するとき、一番最初に起業するとき、2013年に即可塾を始める前なんですけども、食品衛生の、まあ、こういった管理者っていうね、そういう資格があるんですけども、食品衛生とかああ、食品衛生ですね、食品衛生ですとかね、調理に関することとか、それから日々の、 おしゃべりするだけなんですけどもね。で、そこでですね、一人3000円で飲食店に関わるためのセミナーっていうのをね、募集したわけなんですよ。で、募集すると大体30人ぐらい来るんですよね。で、週に1回から2回そういったのをやって、90分お話して、一人から3000円いただいて、まあ30人ぐらい、少ない時でもね、20人ぐらい来るんですけども、まあ、そうなるとですね、6万円から9万円のニットになるんですよ。 で、そういういのを会議室を1時間3000円ぐらいで借りてやると、まあ、3時間借りてもね準備とか片づけがあって3時間借りてもまあ1万円いかないとで日当っていうのが6万円とか10万円とかになってきますんでかなり採算がいいかなというところでございますそういうのを週に1回とか2回広島市内でやって、まあ、お小遣いを稼いでたっていうかねお金を作っていたっていう経緯もあるんですよ で、ここのお話しするネタっていうのは、自分が受けた試験の、試験勉強のネタであったり、試験に通った後に渡されるマニュアルを抜粋して読んだりとか、あそういったことなんですよね。まあ、ですんでね、価値ある情報を探すのってそんな難しくなくって、自分がビジネスをする上で、仕事をする上で、会社に育ててもらったってものを、そのまんま蓄積したものをですね、再発信するだけで、かなりのネタになってくるわけなんですよ。これは今でも私使ってますし、まだまだね、使い切れない資料がいっぱいあってですね、 それをいつねねアウトトプットしよようかななと思って待ってて待る状態なんでですす、えー、例えばです、ね、人類マインドマップっていうのもインターネットの世界では結構流行ってますけども別に古くさい企業が昔からやってるんですよ自分がここにいて自分が家庭があって仕事があって趣味があって学生の仲間がいてみたいなマインドマップを展開していってそれをどん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 細分化していってですねであの世界を広くするというそういうツリーを作っていくっていうのも昔からあるんですけどもなぜかあれをねインターネット上でやるとすごく目立つと言いますかねそんな考え方があったの かみたいに思われちゃうんですけども、まあ、いかにね乱暴な言い方をするとインターネットを使う人がいかにねものを知らない人がインターネットに世界に来てるかってことなんですよ。本当ににににねあの物を知知らずっった気になってるる人がインターネットの世界にボワッとくるんですよ昔中原潤一郎さんっていう方が「インターネットはバカ,なバカと何とかのもの」っていうね暇人のものか「バカと暇人のもの」って書いてましたけども。あの自意識過剰で 自分が賢いつもりの人がインターネットに集まってくるって傾向があるっていうことねその中川純一郎さんが書かれてたんですよもう本もあるんで読んでいただければと思います中川純一郎さんの「インターネットはバカと暇人のもの」っていうタイトルだったと思いますけどもこれを読んだのが私がね8年ぐらい前だったかなと思いますけどね7年ぐらい前だったかなとインターネットがね出てきて私もインターネットをもうすごく活用するなって時に 賢い人のもんじゃないかなと思ったんですけど、バカなものだって書かれてたのにね、すごく目を引かれて読んでみたら、確かになと思うところがありました。それ以来私はインターネットの中で、賢いと思えるような検索をしないとダメだなと思ったんですよ。検索する、検索キーワードとか検索の仕方がボロかったら、ボロい情報にか行き渡らないんですよ。まあ、ですんで、ネットワークビジネスにしても、アフィリエイトにしても、転売にしても、正確な情報を探すスキルがあれば、正確な情報に行き着くんですけども、おかしな情報を探すようなスキルしかなかったら、 情報ばっかり取って何回も騙されちゃうんですよねそうならないように気をつけていかないな <laughs> とはいけないなと思いました本当に情報のつかみ方っていうのは大事だなというところでございますまあ,あのちょっと余談が過ぎましたけどねミ Mr. マイエムさんがこれからあご家族の方とね一緒にやる上で、えー、これからとは全く情報の受け取り方が変わってくるのと情報の発信場所が変わってくるってことですよね情報の発信場所っていうのは例えばインターネットになるとしたらそのインターネットに投じる情報の元っていうのはずっとお勤めされていた会社 社のものっていうのがね、使えるんではないかなというところでございますその他ですね、これから高知に行って商売をしようとする時にはどこから情報を取って、どこに情報を流すかそれはですね、高知という地盤、まあ、田舎とか過疎地かもしれませんそういったところの地域で、もう本当にね閉ざされた空間のものをインターネット上に開放していくってことをねやっていくのが大きな流れになってくると思います、えー、なんでね、地域が閉鎖的になっていくかっていうと閉鎖してるからなんですよ だからインターネットっていう世界で開放していきましょうっていう活動なんですよね。開放するための目安としては再生回数っていうのがあります、えー。ページビューですね。こういったものがありますんで、明確ですよね。ってことなんですよね。で、まあ今回は以上かな。えー、参考になれば幸いでございますで。ちなみに今回の、今日のですね、更新情報で YouTube の再生回数を上げるネタっていうのをちょっと上げてますんで、そちらの方もちょろっとご覧いただいたら何かの参考になるかもしれませんね。では失礼します。